今日このステージ以外で会場見たりしました？ちょっとは見た。あのさっきそこにね、もうなくなっちゃってるんだけど、自衛隊のブースがあったりして、あのすごい美味しそうな缶詰があって、これくださいって言ったら、すいませんこれ売ってないんですって言われてめちゃくちゃなんかなお腹があのカレーの気分だったんですよ。だからすごく食べたかったんですけど、非売品だったみたいでね。なんかどうやらあの 買うこともできないらしいんですけど、ただあの缶詰は買えるんだよって言われて、あじゃあくださいって言ったら、あ今日は売ってないんですって言われてなんかあの自衛隊のね、あのなんだ基地に行くと買えるらしいんでね。あの私岐阜内で鏡原なんですけど、多分名古屋の皆さん、なんかどこやったかな、守山って言ってました。守山に行けると買えるみたいなんで、あのぜひ私も食べてみたいなと思ってます。皆さんもよかったら食べてみてたらどうでしょうかなんていう、まあ、そんなね、あのちょっと私がここの中回ってそんなことがあったよっていう話だったんですが、なんか今日はね、この場で初めて、歌わせていただくので、こうきっと誰だこいつみたいなね、初めての人ばっかりだからね、なんか少しでもちょっと心と心がねお近づきになれたらいいなと思ってます。じゃあ、1曲ラブソングを。男と女が恋愛関係になれば、今まで以上にもっと寄り添いたい、寄り添っていきたい、だから相手のことをもっと知りたい、もっと知っていきたいと思うんじゃないでしょうか。そんな思いをつづった曲です。モア。君が笑う理由を教えてほしい。幸せ